宮内庁は9月26日、石川県能登地方で発生した記録的豪雨による被害について、天皇陛下と皇后陛下が馳浩司県知事にお見舞いの意を伝えられたと発表いたしました。両陛下と愛子さまのお気持ちとして、25日に別所侍従長が知事に伝達いたしました。側近によりますと、お三方は1月の能登半島地震からの復旧、復興の過程で、豪雨による大きな被害に心を痛められております。被災者の皆様が一日も早く安心できる生活を取り戻せるよう願い、復旧に尽力される方々を案じておられます。両陛下は3月から4月にかけて輪島市など奥能登の4市町を訪問され、地震の被災者をお見舞いされました。また、24日には両陛下と愛子さまが今週末に予定されていた石川県訪問を取りやめることが発表されました。これは今回の記録的な豪雨災害への対応を優先するためです。愛子さまは石川県からの要請により28日から29日にかけて能登半島地震で被災した滋賀町と七尾市を訪れ、復興状況を視察する予定でした。しかし、今回の記録的な豪雨により県内に甚大な被害が発生していることから、宮内庁と石川県が対応を協議しました。宮内庁は、両陛下や愛子さまとも相談した結果、被災者の気持ちを考慮し、現地が災害対応に専念できるようにするため、訪問を取りやめることを決定しました。一方で、愛子さまは10月11日から12日にかけて、第78回国民スポーツ大会の競技を視察するため佐賀県を訪問される予定です。これが初めての単独地方公務となる見通しです。愛子さまは11日に空路で佐賀県に入り、午後にはサンライズパーク陸上競技場で陸上競技を観戦されます。翌12日には柔道競技を視察し、佐賀県赤十字血液センターなどにも足を運ばれる予定です。能登半島豪雨災害のニュースを拝見し、仮設住宅が水浸しで寝る場所もないとおっしゃる方々や、スーパーの中が泥水で浸水し足元が悪い中、それでも商品を集めようと奮闘されている人々の様子に言葉が出ないほど胸が痛みました。震災の傷跡が深いその地を2度訪問された天皇皇后両陛下、そして復興が少しでも進んでいるだろうかと期待を抱かれていた敬宮さまの衝撃はどれほど深く胸を痛められたことでしょうか。お見舞いのお言葉もお気持ちを鎮め慎重に選ばれたことでしょう。どうか能登の被災地の方々の気持ちの支えとなりますよう、行政が復興に力を入れ、少しでも早く日常生活が戻りますようお祈りいたします。愛子さまは最初の単独公務としてご希望された能登で再び災害が起き、とても心を痛めておられるとのことです。責任感の強さや真剣なお取り組みから本当に受け止めきれないほどのお辛い気持ちであるかもしれませんので、周りの大人が目配りをしてケアをして差し上げる必要があるのではないかと思いました。我々国民も義援金を送ったり、ボランティア活動をしたり、できることをする必要があると思います。復旧・復興への歩みの中で豪雨により大きな被害が生じたことに心を痛められている。被災者が安心できる生活が一日早く戻ることを願い、復旧にあたる人々を案じられている。思わず目頭が熱くなりました。この気持ちを理解してくださる方がいらっしゃると思います。両陛下、
愛子さまのお気持ちは被災された皆様にも十分伝わっているはずです。陛下が毎日私たち国民が穏やかで心豊かに過ごせるよう願っておられることがどれだけありがたいことか。両陛下、愛子さまがこの国にいらっしゃること、それだけで勇気が湧いてきます。落ち着いた頃にぜひ訪問され、被災された皆様を励ましていただけたら、国民の一人としてこれほど嬉しいことはありません。どうぞよろしくお願いいたします。お三方は1月の能登半島地震からの復旧復興への歩みの中で、豪雨により大きな被害が生じたことに心を痛められている。被災者が安心できる生活が一日早く戻ることを願い、復旧にあたる人々を案じられているという報道があります。両陛下と敬宮様の被災地に対する思いが本当に伝わります。天皇ご一家はいつも国民に寄り添ってくださっていますね。両陛下と愛子さまが心痛めているお気持ちは国民として十分伝わっているので、とてもありがたいです。正直じっとしていられない心境かと思われます。それでも負担や迷惑をおかけしたくないから石川県訪問を延期されたことに関して非常に残念なお気持ちと見受けます。災害対策本部と現地の受け入れ本部は同じところなので、事前準備もできない状態です。おそらく現地にはできる範囲で内々に伝えていたのでしょう。ただ発災直後は緊急対応をしているので復旧の発表は控えた方がいい、だから日を置いての発表になったのだと思います。完全に現場に寄り添った対応で、愛子さまや両陛下や関係者のご対応には大変ありがたく頭が下がります。愛子さまはご訪問できなくても現地の被災に心を痛めておられ、心を寄せられていることと拝察します。愛子さまの直接のご訪問やお言葉が必要となる機会もあるでしょう。また義援金の受付も始まったとのことですので、国民の一人一人ができることをしましょう。難しいご判断のあった愛子さまご自身も相当のストレスを感じられておられるかもしれませんので、両陛下はもちろん周りの人もケアしてあげたらと思いました。お若くてまっすぐなので繊細に受け取られていると思います。英断です。さらに早い段階での取りやめで現地の人の手を煩わせることなく良かったと思います。もちろん能登の皆様は敬宮殿下のお出ましを心待ちにしていたと思いますが、今は全力で行方不明の方の捜索が第一ですから、僭越ながら今はそのお気持ちだけで十分だと思います。しかし敬宮殿下のお出ましがお取りやめになるほどの被害だというのに、国の支援はどうなっているのでしょうか。総裁選の話ばかりですが、今はそれどころではないと思います。今回の動画は以上となります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気軽にコメントをお寄せください。この動画に対していいねボタンで評価いただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、あなたのチャンネルの登録をお待ちしています。それでは次回またお会いしましょう。